服買いに行こうかなと思ったもん。いいじゃないですか。今日これもう2年ぐらい前の服やで。時計も忘れたし。お疲れ様です。すみません。お疲れ様です。現役最年長投手ですね。ですね。どうですか、率直にその気持ちは。みんなね、よく言われる、はい、最年長投手になったけどお気持ちはって言うけど、うん、だってその最年長になりたいからっつってやってるわけじゃないから、もうまあ確かにそうです。だからね、あんまりねその質問に対して「いやー気持ちがいいですね」とかは何もないね。だって、まあ気持ちよくはないです、別にだからなんですかって逆に聞きたいぐらい。だから俺はね最年長やからっつって、はい、まあドラゴンズではね、岩瀬さんとか大和真さんとかっていうそういう長年やられた人たちを見てるから、少しでもああいう風な選手になりたいなと思ってやってるのがまあ今であって、はい、あんまりその最年長投手やからって言ってあんま気にはしてない。気づけばどんどん寂しくなってくる。前言われてましたもんね。なんか一緒にご飯行く相手がいないみたいな。そういなくなってくるし、はい、なんかねその若い子でやっぱ集まってるし、そうですね、うん、食事に行ったらすみません今日予定あります断れるし、誰に誘われたんやつったらいやあの人どうってそれも後輩やないかって感じやけど。確かに。まあ断りますもんね今の子たちはね。そうまあまあでも仕方ないよね。そういう時代ですか。部屋で寂しく食べときゃいいんですよ。一人います。ルームサービスですか。ルームサービス。いや食事会場に行くよ。呼んでいただいたら僕行きますんで。出張。そういうのが一番怖い。言うといて断る。行きますか。この最年長まあ言われるの嫌かもしれないんですけど、なっても何ですかこのモチベーションっていうか、こう常に上を目指してる。まあ昨日までまあ鳥取に行かれてたりして、常に向上心あると思うんですけど、その何ていうんですか活力というか。何モチベーションになってるものっていうのは何なんですかね。やっぱり優勝したいし、もう一回優勝したいし、まだまだ投げれるし、体が元気っていうことはそのもうどんどん投げれるんで、はい、若いやつらに負けたくないっていうのもあるし、うん、まあそれよりも優勝がしたいっていうのがあるけど、その中で。優勝がしたいけどそこに自分が入ってなかったら寂しいから、うん、でもやっぱ若いやつらも上がってくると、うん、そこに入っていってまだまだ俺も負けへんよっていうような気持ちを持ちながらずっとやってるのと、うん、やっぱりもう今40今年2やけど、はい、3年先まで考えながらいつも練習してる。それどういった練習とか。いやどういった練習というか、うん、もう3年後に自分がプレーをしてるっていうふうに考えたら、うん、今何をしないといけないかっていうことを。なるほど。今年で終わりやいいと思ったら多分ね少し怠けるところが出てくるかもしれない、うん、3年先までやるんだったら今年もっとやらなあかんし、もうどんどんこうやることが増えてくる。だからキャンプでもすごい時間が短い。あ、やることが多すぎて足りない。もっとやりたいな。キャンプなんかやりたい。若い時なんかもう1週間でもう帰りたいね。1日で帰りたいと思ったら、はい、いやもう違う、今はもう足りない、時間が足りない。それは何ですか、自分で考えてやってるからっていうことですね。考えて、まあ年を取るとやっぱりまあ出来上がるっていうのも遅くなるっていうのはまあ確かかもしれないけど、はい、でもあれも去年あれやったな、よかったな、これまでしたなってなると今年もこれやろうあれやるってなってくるやん、はい、やることがどんどん増えるし、どっちかって言ったら完璧主義者に近いから。でもその完璧主義者でも練習で完璧にできへんかったらなかなかできへんよ。でも、はい、それに近づかないと試合で俺はできないと思う。気になってしまうというか、不安要素が大きくなりすぎるってこと。それを消したいからトレーニングする。消したいし、だってマウンドに立つの怖いやん。怖いね、ピッチャー。いや怖いだろうなってか、一心にこう背負ってるじゃないですか。ピッチャーで怖いからね、その怖さじゃないんで消すの、もう練習で消すしかないね。もう練習やって、こんだけやったら大丈夫っていう少しの何%かを持っていきたい、マウンドに。なるほど、お守り的な。そうピッチングしてますもんね。もうピッチングしてる。なんかビュンビュン見てもらったら分かりますけど、視聴者のことインスタグラムでねピッチングやってましたけど。そう、やっぱ今年はねオリンピックやで開幕早いし、10日ぐらい早いでしょ、うん、やっぱ基本的に俺早い方やけど作るの毎年、はい、10日早いのはやっぱ10日早く、はい、だからほんまに10日間ぐらい早くキャッチャー座らしてやってるから、うん、まあそのためにもね12月は、まあ、キャッチボールの回数っていうより遠くに投げる回数を結構増やしてやったから。遠投ですか？遠投でしたね。これ遠投やるといいとか何がいいとかってあります？やっぱり肩周りのその回り方っていうのはやっぱ全然違う。この寒い時にもしっかり回ると、はい、そのキャンプのスタート時点でしっかり体が動きやすい、はい、肩が回しやすい、不安なくいろんな、まあ、そのゴロを受けて、まあ、言ったらバンド処理だとか、うん、まあ下から投げたりするとかっていう時に不安がなくなったりする。なるほど、うん、今体万全ですか？万全です。本当ですか？恐ろしい、ね、嘘ついてないですか？嘘ついてない。まあ、強いて言えば、はい、座りすぎるのが嫌なぐらい。今は大丈夫。今完全に今言われてますから、これ早く終わらせろっていう話ですから。座り続けるのが嫌だって今言います。そうそう、座り続けるのは座敷に。食事をしたりするときに掘りごたつならまだいいけど、はい、あぐらかくのはもうねしんどいですね。1時間やったら立つのが大変。しびれますね。しびれるとかもう固まっちゃう。あんまりだからもううまいこと。先輩がおられた時はちょっとトイレ行ってきますみたいなこと言いながら立って座ってすると大丈夫やけど、もう2時間3時間座りっぱなしになったら次の日まで響く。やっぱ動きが変わってきちゃうんですか？そうそうそう、動き、まあ、確かにダッシュすると骨盤がね、うん、なかなか動かなくなってくる、うん、まあ、ワールドウィングではそういう骨盤をしっかり動かすっていうトレーニングをしてるから、はい、それができなくなるから。そこだけは気をつけてるかな。あとはでも本当にね、肩肘大丈夫。一時ね座骨神経も出てきたけど、はい、消えたしね。ないんですか？ずっとね我慢されてましたもんね。そう、ちょっと2年間しんどかったけど、でも40越したら37、8が一番しんどかった、うん、40越したらずっと一緒去年も今年もその前ぐらいもうずっと一緒体どういうことですか？痛くないけど、まあでも動けれる、走れると、まあこうやってやっぱ落ちるよ、やっぱり落ちんねんけど、落ちるけどもここから40歳になったらずーっとこんな感じだと思う今。そっからどんどん落ちるかもしれんけど、今全然。どうですか、その一緒にやられたこうマサさんだったり岩瀬さんだったりがいたからこう参考になってる部分ってあります？こう参考になってる部分はね。年齢重ねても長くできることってこと？そうです。やっぱ走ってたね。走ってました。山本さんもね、はい、50歳までやったけど、そのスピードとかじゃなくて、はい、やっぱ歩数っていうかね、足をトントンと動かして、はい、しっかりこの辺は意識して走ったかな。もう今印象、今トントンで思うんですけど、めっちゃ小股で行ってましたよね山本さん昔めちゃくちゃ速かったからね。あ、そうなんですか？めちゃくちゃ速かったらしいよ。今みたいにごつくね、もう少し細かったらしいけど、はい、まあ映像見てないけどね、はい、俺知らんけど今のマサさんめちゃくちゃ速かったらしい。でも今こうやって走ります。それはだって俺たちが入団した時はもう36歳、7歳ぐらいでしょ。あ、そうですね。そうそうで、やっぱ50歳になったらそれはトントントンって俺たちより速く走られたら、まあでもちょっとビビるけど、読谷でサブグラウンドでめちゃくちゃ走ってますよね。ずっと走ってる。確かにその印象ありますね。やっぱその10本の時までやっぱ10本走るし、はい、若いやつと一緒の歩数をね、スピードじゃなくて、はい、走るのやっぱすごいよね。あとはもうキャッチボールですよね。さっき遠投の話しましたけど、キャッチボールすごい。すごいですね。山本さんとキャッチボールをもうずっと結構やることがあって、はい、山本さんとキャッチボールをすると腕の振りと球の来るそのなんていうのスピード比例せえへんねん。あの感じで投げると、あ、前やなと思って1歩2歩下がんねんけど、はい、結局1歩2歩下がってここで取るの。回転が多すぎて、あれはもう山本さんしかなかったかな。確かにパンってくる、シューってくる。そうそうそう、あんまりねこう山なりにも投げないし低くもないし、もうこのライナーとこの山なりの中間ぐらいをスーッと投げるけど、あ、これちょっと短いかなと思って前行っても結局下がるみたいな。もうそれは後半慣れてきたけど、はい、初めて山本さんのキャッチボールする人は絶対2歩か3歩前出る。でそこは結局下がる。それだけ落ちてこない。あのキャッチボールはすごかった。初速と終速があんまり変わりにくいってことですね。もうスピード、球の回転数がもう多分僕が知ってる中では一番じゃないかな。岩瀬さんはどうですか？岩瀬さんなんかスライドするっていう。岩瀬さんはね、聞いたことあるんですけど、岩瀬さんはね、回転がねちょっと独特ですか？独特、うん、でもキャッチボールがうまいから絶対ここに来る。もう岩瀬さんキャッチボールうまさやっぱ3本の指に入ってくるやかな。はい、面白いですね、ピッチャーのそのキャッチボールの話。でも下手くそな人いっぱいおる。こんなん言っちゃったらなんとも知らんけどでもお前キャッチボール下手くそだったらもっとせえよと思うけど、山井さんは大事にされてましたもんね。そう、俺もキャッチボールがうまくないと、キャッチボールうまくないとって言ったらおかしいけど、まあ、軽く投げるのは苦手な選手もやっぱりいるし、はい、まあその辺はもう少し、ね、アドバイスをしてもう少し遠慮した方がいいんちゃうかとか、はい、まあそういうことは言うけど、でも確かに活躍された選手、こう僕ら見る側ですけど、こう取材とかで行ってると、吉見とかでもそうですけど、吉見君とかでも一球一球大事にしてる印象ありますね。キャッチボールすごい大事にする、やっぱ年齢がもうね、吉見とは近くなってきたから、はい、キャッチボールすることも多いけど、吉見とキャッチボールしてるとその絵的なものね、はい、山本さんとかも健さんとかみんなそういう。はい、うまかった人と一緒にキャッチボールをすると、あ、こうやって掘るんやというイメージが湧いてくる。自分もそう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 、はい、だからラインっていうかそのね、方向性のすごいうまいことを出してくるピッチャーとキャッチボールすると、自分もあ、そうやって投げようかなっていうふうなね、イメージが湧いてくるね。吉見もキャッチボールがいい、すごいな。でですね、この間中日スポーツで見たんですけど、魔球やるんですか？魔球ね。いや、やるよ。魔球、いや、ずっと投げてんね、実は。え、シーズンじゃなくて、その練習してるとか。いや、シーズンで投げたよ。あ、本当ですか。うん、でも、それは公表あんましてなかった。してない。なんですか、どこの部類に入るんですか、スライダーとかシュートとか。あ、いろいろあるよ、それは。え、いろんな種類の。いろいろカット系とか、落ちたりだとか。え、魔球の話ですよ。魔球の話。魔球が何種類もあるってことですか、山井さんの中で。俺がね、俺が魔球、これ魔球の、はい、めっちゃ面白いじゃん。実際魔球がね、いや聞いたことない数字いっぱいあんねんけど、はい、おそらく数字で、はい、今やってるのがそのワールドウィングで、はい、やってる回転数とか、そう小山先生、はい、ね、ワールドウィングの先生、はい、小山先生を教えてくれる魔球がいっぱいあって。はい、1桁の数字あんま聞いたことないけど、15、魔球15、魔球にカウントされてるわけですね。1から15みたいな、10から39号ぐらいまであるんですね。そう、握り方がそんだけあるってこと。小山先生が考え教えてくれるんです。で、小山先生は野球やったことないんですよね。野球したことないですね。なんかあれですもんね、体のムキムキで、初動負荷でムキムキに、そうそう、すげえ体してる。あ、そうですね。背中見たらなんか熟成させてる肉みたいな感じ。あ、本当ですか。もうこんなもうドーンと、もうね、写真だけ見たけど意味わからへん。これ背中ですかっていうぐらい。あそこのトレーニングするところに。これでも言っちゃあかんちゃうかもしれんな。そこ話トレーニングしてるところに。めっちゃムキムキの写真があって、今泉先生っつってありましたよね。そうそう、刀を持ってね。俺最初あれ見た時、あ、この人すごいなとか思って、刀持ってなんでここに貼られてんやろうなと思って、よく見たら小山先生、裸でね、上半身。そう、北斗の拳がをこう。実物にしたらあんな感じなんだよね。確かにこの辺とか。そうそう。写真でもまだ体が出来上がってない時らしい。そうなんですね。すげえよ、マジであれだけは。ちょっと魔球の話戻っていいですか。小山先生はすごいですね。イチローさんのトレーニングやったりとか、マサさんの方が先ですけど、ドラゴンズはそのままずっとこう継続して、マサさんからの流れでみんなね、トレーニングで機会も名古屋球場にあったりとかして。結構積極的に取り入れてますもんね、ドラゴンズは。そう、多くなってきたよね。はい、昔は少なかったけど、山本さんがおられる時は岩瀬さんがおって、はい、僕がいて、ね、はい、まあピッチャーだけやったかな。はい、でも野手の人も全然来ていいと思う。はい、やっぱ動きが、あ、こんな風に体が動くんやっていうのが分かると思う。うん、確かに。だからね、ピッチャーとかだけじゃなく、野手、キャッチャーでも、体の使い方が、そうそうそう。もう今すごいやってるのはやっぱ走り方。走り方をやるとやっぱその股間骨盤の使い方っていうのがめちゃくちゃ分かってきて、こうですね、前傾後傾前傾後傾、そうそれをうまいこと連動させて、そうピッチングフォームにもやっぱり生きてくるとか、バッティングにも生きてくるとか、そういうことをずっと勉強して追求していろんなことを追求してようやくできてくるけど、多分ね終わりがないと思う。だから毎年毎年自分がこうこれ少しずつ進化してんちゃうかなって思う。だからどんどん投げれてる、その中でそうやっていろんな先生も考えながら魔球を考えて。魔球は何号を投げるんですか？俺ね34号っていうの34号を使うわけですね。教えてもらった中のそういろいろあるよ。でもこれでも言えるんですか？どういう動きをするかイメージは。なんかね今日も新聞出てたね。あ今日じゃないわ、この前の新聞出たかな、5日前ぐらいに11号、そう11号っていうのがあるんだけど、11号と34号は違うわけですね。違うね、11号っていうのは少しパームっぽくするのかな、S 字とは言ってたけど、投げてる方はそこまで、受け手の方が分かるみたい。あちょっとなんかスライダーしたけど最終的にはシュートして落ちてきたよみたいな。やっぱオーラー投げるとやっぱちょっと少し顔がぶれるから、どういうふうに変化してるかな、そのストンと落ちたようには見える、でも実際どういうふうになってるのかちょっと、受け手の人は S 字っぽくこうやって最初スライダーしてるけど最終的には沈んでるよでこうってことですね。だからこうでこうってですね。右バッターからしたら外に逃げてスライダーかと思いきやちょっと内に入ってくる。確かにちょっとの変化でもだってバッター嫌ですからね。微妙なあれをマスターしたら最多勝多分あんな投げたい人おれへんと思うから、なんか岩田真二がなんかフォークなんかナックルフォークみたいなのあったじゃないですか。谷繁さんも取れないなんとかフォークね、なんだっけ、なんだっけなかったね、ありましたよね、マジカルフォーク、マジカル浮き上がってなんか揺れる、あれはあれずっと投げれたらずっと持っとけないなあれですよね。でもキャッチャー取れないですからね。谷繁さんもなんか歯みたいな顔してましたもんね。いやでもあれをずっとほっとけば、ランナーおらん時にほっとけば、フォアボール出せへんかったらな。それがでもどこに行くか分かんないって真司言ってましたね。言ってたね、大体でんだあんなのはどこ行くか分からへんねんから。それがさっきのは11号ですね。それが34号っていうのはどっちかって言ったらこう進化みたいな感じかな。どっちの方が使えそうですか？いや34号の方は去年も少しほてた、試合中にもう今いろんな球種がありすぎて、名前ないですもんね。だからもう今みたいに何号の方がいい。そうこう見てもうね、先生はね何号って教えてくれるんだけど、こっちは全然覚えれなくて、逆に先生よく覚えてるなっていうぐらい。確かにあんだけの縫い目でこんだけいろいろこう変えて、たまにそれは何ですかって聞きたくなるぐらいけど、それを聞いちゃうとペナルティー食らっちゃうから、書かれちゃいますからね。ペナルティーですって言いますからね、小山さんに落書きされるから、それだけはしたくない。あはいわかりましたつって、大ちゃんペナルティーですって言われます。ペナルティーです持ってきてって言われたら、マッキーのカラフルなマッキーの10色ぐらいのマッキー持ってこられて、顔に落書きされちゃうから面白い。